朝、紅葉を落とした我が軍は9月7日、霊陵を完全攻略。一方、南支軍は9月22日、五州に突入。南北よりする猛攻に、在日アメリカ空軍の重要拠点、慶林もまた崩壊に瀕す。霊陵飛行、支援の音機か、アメリカ空軍第14航空隊が、虎の子と頼んだ敵の基地も、鉄器の残骸に渦まる。敵は霊陵市街をも破壊し尽くして敗走した。広東省から甘粛省へ南支北上作戦も活発に展開。西高を渡って進撃、重慶第7戦区に突入。この作戦を大陸打通作戦といい、1944年昭和19年4月から12月にかけ、中国大陸における交通路の確保と大陸におけるアメリカ空軍基地の制圧のために行われた。9月22日、慶林の外郭基地五州を攻略。五州は甘粛省における軍事交通上の要点で、その陥落は慶林の命脈を縮めることとなった。敵の基地を潰し、我が高射砲隊は前へ前へと陣地を推し進める。空襲をされず、隊長の号令一下、余白高射砲。前夜に鍛えた高射砲隊の腕はさえ、撃墜敵機の数は増えていく。霊陵五州を攻略して慶林に迫る大陸両断作戦と、一方温州に奇襲上陸を敢行した南支先制攻略は、在日アメリカ空軍の活動を封じ、ついには太平洋決戦への参加を牽制し、絶妙なる陸海共同作戦は陸に海に雄大に繰り広げられていった。中華民国国民政府主席王政閣下、11月10日ついに逝去去る。本年3月以来、名古屋において病を養うこと8ヶ月、60年の多彩なる生涯を終わった王主席の遺骸は、11月12日陳夫人をはじめ霊側霊嬢らに付き添われて飛行場に到着。今はその悲しき帰国にあたり、小磯総理大臣、重光外務大臣兼大東亜大臣、石渡大蔵大臣、故主席と親交を扱った近衛文麿公爵、東条前首相、その他関係者多数祝電として見送るうちを、主席を乗せた飛行機は一路懐かしの首都南京へと向かいました。汪兆銘は徹底抗戦を主張する蒋介石と別れ、日本の支援を受け南京国民政府を作り、正当な中華民国政府であると内外に主張した。しかし国際的な承認は得られなかった。今ここに汪主席在りし日の姿を偲ぶ。思えば我が満州国は光徳9年5月7日、北斗新京に新生中華民国政府主席王政閣下を迎えたのであった。昇進早期、しかもうちに烈々の闘志を秘めて駅頭に降り立った主席は、梅津前関東軍司令官に力強き握手を交わし、ついで張国務総理に喜びの手を差し伸べ、強く固く満華両国の結びをこの2つの手に伝えたのである。まさに大東亜建設の歴史に刻む感激の一瞬であった。さらに我らは薫風青葉にそよぐ南嶺総合運動場に主席を迎えた。それは平定の国、新生中国の元首に贈る我が4500万国民の親善の地味であった。ここにおいて相助け相励まし、
共に大東亜建設の制御に邁進せんとする両国の友好関係は一段と確立されたのであった。中国第一部领域は中国制作区的战争仍然不容降了。終始一貫孫文の遺訓を継いで、幾度か弾丸の下をくぐり、この世声明に応え、完全として重慶を脱し、一生を和平建国と東亜交流に捧げし王主席、虚勢ついに生きて今はなし、されど栄魂は今なお生きて我に続けと呼びかける。第一アメリカ軍軍断固打つべし、落とされても落とされてもなお必要に我が満州国を伺うアメリカ機、一機でも逃してなるものか。失意を祈って来る日も来る日も大空の彼方を睨んでは、技術の精進伝馬を続ける関東軍高射砲隊の精鋭。時いたらんか、巨砲は火を吐いて彼らの野望を叩きつけるのだ。今日もまた国編の大空を守る戦闘隊、はるかに戦友神風特別攻撃隊の勲しも聞いた。我らもまた痛感 B29 来たらば来たれ、敵必殺体当たりの闘魂は人も得て、甘かける無敵軸の表し。食糧こそはあらゆる戦力の基盤、決戦のこの年、大東亜の兵站基地、我が満州国に課せられた食糧増産増装の大使命を果たすは今と、全農民の自公精神はひともえ、豊かな収穫を終えた農村に今鳴り渡る出荷送信役の進軍だった。農具も持ち寄って部落単位の共同作業を行えば、仕事は見る間にはかどっていく。かつて見られなかったこの団結は、天の恵みに人の輪を添えて豊かな出荷を約束する。道義の戦い大東亜戦争は、我が満慶農民の心の底に格の男自ら起こる百姓魂を出荷と植え付けた。千万に先駆けて今年初めて田んぼに挑み、水田工作を立派にやり抜いた紫平省海原の満慶女学生、30トンのお米を実らせて、今初出荷への嬉しい作業は続く。ロジンの村ロマノフカでは、寒気をついて小麦の脱穀が始まった。
典型農村でも至る所脱穀機のうなりが高まる。出身第1回義勇軍として入職以来3年目、今年初めて水稲の収穫を見た地平省の永城青少年義勇軍開拓団。東軍の戦火に続けと雪の田んぼに脱穀を急ぐ東満総省寧安県五花林の香川県水戸開拓団。猫の手も欲しい出荷船へ学童も繰り出してお手伝い。10割出荷を終えて、さらに団員は高温出荷を誓う。今は次はまさに前段階に入る。皇軍の重要なる兵兵は滅をまとめ戦争を続けておるのであります。我々の半州における開拓英雄として、この我々とて満足していかわれいた。大江戸軍、立ち切れないぞ、泣いてるなぞ、せっかくいたところの、この、共産の、国内長、立ち切れないぞ、どうですか。ありがとうございます。騒音出荷の心拍の時は来た。勝ち抜くための食料の列は車を連ねて雪の山道を交易場へ。警備へ、第四アメリカ空軍の基地撃滅へ、我が有根無視の大陸作戦を陣頭指揮する岡村康次大将。この大作戦に希望を傾けきたった陸軍最高指揮官岡村大将の前線における殺到たる英姿である。第四アメリカ空軍西南シナ飛行基地軍の拠点ケイリンに類々と横たわる B25、B38、そしてアメリカ軍米下にある重慶空軍機、おびただしい鉄器と飛行場施設を皇軍は完膚なきまでに粉砕した。連盟に敵将白寸機はここに23個師の大軍を集結したが、たちまちその主力は壊滅。11月10日12時、ケイリンは完全に我が手に帰した。ここにかつて皇軍の猛撃を知らざる関心の症状はついえ、大陸縦断2000キロ、アメリカ重慶連合作戦に致命的大打撃を与えたのである。大陸脱走作戦は日本軍の勝利に終わったが、
それによるアメリカの戦略の見直しはやがて日本にとって不利な方向へと向かう。兰花特别攻击队员春日原生少校的中尉将虽万事而不求，康德十一年十二月七日在华美空军来袭奉天地区，春日少校对敌编队敢行冲撞攻击，击坠敌 B-29 机一架，自身和爱机也一同壮烈自爆，其五旬操作威猛，皇帝陛下嘉赏。这是战死以前前一年写的一幕，里面写的是他平日最爱唱的和歌。这是出击前在基地的黑板上所写的绝笔。这些兰花队的航空勇士们都充分地表现出来国军战斗队的必死必杀的大精神，追随春日少校之后去杀敌灭敌。他们的身体就是护国之盾，他们的心境是清淡沉默，只是希望着以他们的血去染大空的浮云。接到了敌机来袭的情报后，兰花特别攻击队立刻准备出击，胸中充满了击灭 B-29 密撤的中本太平少校在向队员们指示遥击的地图。勇士们高燃起护国壮志，出发。中本少校机不希望再归还的最后的出发，驾着4500万国民驰骋的谢纳机，现在兰花队已展翅鹏翼于大空。战斗机队也勇耀地出击，猛然出击，敌机侵入奉天地区上空。在严寒的大空里，日满两军敢行必死必杀的冲撞攻击，我战斗机以敌机群为目标直前突进，逃走的敌机
将下，中了我方的必中弹 B-29 的巨大的机体与奉天的上空已化为木叶微尘。侵犯我国土的敌机末路竟是如此，罪与地狱的深渊。敌机在日满两军果敢遥击之前仓皇逃走，这是被击坠落的满载炸弹的敌机。看这些子弹，我们就可以知道敌机卫星战斗即被击碎。无论敌机再来几回，在我国军兰花队和皇军战斗队的冲攻击之前，他的侵犯我国土的野望只有被我们分碎。南海に大陸に苛烈なる決戦の真っただ中、我らここに感激の12月8日を迎え、決戦の第4年へ突入す。国土新疆では暁の斜塔に、また忠霊塔の見前に、決意新たの市民集い、決戦必勝を誓う。ハルビンでは市民2万の大動員を行い、皇軍部隊を先頭に闘魂たぎる堂々の市中行進を行う。母系市民また共に大東亜戦争を勝ち抜かん決意を見せて、国民総武装へのふつふつたる意気を示す。決戦は補給から、最後の勝利また耐えるなき補給から。感激のこの日、不審炭鉱では日系社員、満系工員、金砲隊を一丸に日の丸挺身隊を結成、連続補給へ、戦力増強へ、果敢な体当たり戦を開始した。石炭増産へ決意新たに進発する武順炭鉱の最短戦士、決意の門出に日の丸の鉢巻きをきりりと締めて、さあ必勝補給へ突撃だ。この関東の高まるところ、最短目標突破を示す日照旗は今外貨も高らかに翻える。我国国军是坚强的、忠勇的、威武的。行军时部大臣英姿凛凛，在检阅队伍整齐的精锐步兵部队。北边的大路上，我京腔国军布下了磐石般的国方阵。
在和关东军携手镇护着大东亚共荣圈的北边。国兵法实施以来到今年已满五年，在国民皆兵的旗帜之下，育成了旺盛的军人精神、勇猛的斗志和卓越的战斗技能。请看我国军的威勇。在白雪遍野的大地上，我国军精锐燃烧着火一般的斗志。在一望无边的大平原上，这是兴安蒙古骑兵的突击训练，命令一下，人马一体，风一般的杀向前去，大有吞敌之势。たくましい心と体、戦局いよいよ苛烈を極むる時、新疆南嶺運動場に日頃の練成ぶりを誇る和光殿集い、さつきの空を切って整然たる立道は和光殿たちの絶えざる努力の賜物である。体ではお国のお役に立たぬとばかり力強く練成する学童の相撲体操、明るく心身を鍛える小国民の真剣さと負けじ魂は全身にあふれている。旺盛なる闘志を裏書きする乱取り試合、肉弾相打つ白兵戦さながらの関東である。若い者たちに負けてはならぬと、年齢46歳から65歳までの兵役修了者ばかりで結成された国都の大和赤星隊、結成の趣旨に賛同して集まった隊員は分会長を中心に赤星報告の決意も新た。今年の冬以来、一日も欠かさず早朝6時から竹槍を取って訓練に励む。誠の一時を真っ赤に染めた鉢巻をきりりと締めて鍛える老人の熱意は奏者をしのぐばかりである。忙しい勤務の寸暇を割いて時局に処する乙女の道を探検術に磨く満州伝業の女子社員、はつらつたる中にも奥ゆかしく不徳を磨く女性の姿である。付与県八ヶ市村にある国府万慶女子青年訓練所の生徒たちは
造山訓練の傍ら乗馬訓練に励んでいる。非常の場合には愛馬を飼って県上まで情報を伝達するのが目的で、村長の指導のもとに一糸乱れず訓練に勤しんでいる。思想にも自信ができ、颯爽たる馬上の姿は男子も及ばぬばかり。戦力増強に連戦にひたすら挺身する乙女たちの姿は頼もしき限りである。决战的今天，生产就是作战，产业战士们都举全力在奋斗着，不断的增产，不断的补给，才是决定最后战事的关键。敌美英依次物量来反攻，对此我们也必须拿出物量去击灭他们。战局意味重大，我们枪后果民也必须更进一步去努力增产。产业战士们都拿着这样不屈不挠的精神，日夜不断地在战斗着。在密林的朝霞里，挺身征产采取松根油的人们都尽量地活跃着。松根油是空中决战不可缺的物资。许多被风滑倒的松树直到现在是被人忽略着，但是现在却可以采取出来贵重的航空机燃料。在这和平而肃静的山谷里，也都高唱起生产进军之歌。生产战士们都在大量地采取着增强战力的松根油。太平洋戦争における日本の敗色が濃厚となり、1945年昭和20年8月、広島、長崎に相次いで原子爆弾が投下され、日本の敗戦、降伏は決定的になる。日本政府はソ連との日ソ中立条約を頼みに、ソ連を仲介とした連合国との外交交渉に望みをかけたが、ソ連軍は日ソ中立条約を破棄し、8月8日に対日宣戦布告をし、満州国への侵攻を開始する。主力部隊を南方戦線に送っていた関東軍はほとんど抵抗らしい抵抗もできないまま、ソ連の侵攻を許すことになる。ставка главнокомандующего вооруженными силами Красной армии на Дальнем Востоке маршала Василевского. Маршал Советского Союза Александр Василевский.Член военного совета Ставки, генерал-полковник Шикин. Начальник штаба, генерал-полковник Иванов.
Пройдет еще немного времени, и план разгрома японских хищников воплотится в действие. Вот в чем состоял этот план. Три фронта одновременно должны обрушиться на врага. Забайкалье, Забайкальский фронт. Амур, второй Дальневосточный фронт. Приморье, первый Дальневосточный фронт. Забайкальские и первые Дальневосточные фронты наносят удары с запада и с востока и, соединяясь в районе Чанчунь, рассекают Маньчжурию на две части, окружив и изолировав таким образом всю японскую и квантунскую армию со всеми ее укрепленными районами. Одновременно второй Дальневосточный бьет с севера на юг, рассекая японские группировки, расположенные на Амуре и Сунгари. Забайкальский фронт имеет три направления. Первое – на Чанчунь. На его пути Халун-Аршанский укрепленный район и горы Большого Хингана. Второе направление – на Цицикар, через Маньчжуро-Джалайнурский и Хайларский укрепленные районы. Третий удар – вглубь Южной Маньчжурии. Этот удар осуществляется силами монгольской армии маршала Чойбалсана. Первый Дальневосточный фронт – на Чанчунь, навстречу Забайкальскому фронту. На его пути пограничнинские и дунинские укрепленные районы японцев и дальше – труднодоступная горно-таежная местность. Второй Дальневосточный. Его задача – форсировать во взаимодействии с Амурской флотилией реки Амур и Сунгари и нанести удар вглубь Маньчжурии. Одновременно войска фронта во взаимодействии с Тихоокеанским флотом очищают от японцев Южный Сахалин и Курильские острова. Тихоокеанский флот наносит удары по портам Кореи – Сейсин, Расин и Юки. Командующий Забайкальским фронтом маршал Советского Союза Малиновский. Командующий Первым Дальневосточным фронтом маршал Советского Союза Мерецков. Командующий Вторым Дальневосточным фронтом генерал армии Пуркаев. Огонь! По Маньчжуро-Джалайнурскому. По Хутаусскому. По Мишанскому. По Дунинскому. По Пограничнинскому. По всем укрепленным районам японцев. Огонь! По их дотам, по их связи, по их дорогам, с земли, с воды, с воздуха. В открытое море вышел наш Тихоокеанский флот, готовый к встрече с врагом. Вступает в действие Амурская военная флотилия под командованием контр-адмирала Антонова. Через Амур. Орудия и снаряды через Амур. Танки через Амур. Дивизии через Амур. Теперь перед каждым фронтом вставала новая задача, характерная для Дальневосточного театра войны. На пути войск маршала Мерецкого лежала труднопроходимая горно-таежная местность. Тайга. Только таежный зверь и бывалый охотник проходили по этим местам. Теперь здесь идут минеры. Нет ли мин под корягой, валежники, под тысячелетним камнем? Зарубка на дереве. Путь свободен.
японцы считали эти места непроходимыми. Но еще Суворов сказал, где олень пройдет, там и русский солдат пройдет. Добавим, и русский танк. А в это время за 1500 километров от этой тайги двигались навстречу войскам маршала Мелецкого, войска маршала Малиновского. Танковые части генерал-полковника Кравченко устремились к горному хребту Большой Хинган. Большой Хинган. Здесь нет тайги, но здесь горные кручи и пропасти. Тяжелые подъемы, размытые дороги и тропы, туманы. Через все это надо пройти, но не только пройти, а перебросить танки и артиллерию. Снаряды и пищу. Предгорья Хингана. Еще идут петлистые дороги, вырубленные в скалах, но скоро они кончатся.
Вот он, южный берег Амура, откуда много лет жадно глядели на нашу землю японские самураи. Догляделся.
месте картонных японских кибарок. 満州および外地での戦闘が収束する前に、日本政府はポツダム宣言を受諾、終戦詔書が発布される。それを受けて満州においてもソ連との停戦交渉が開始され、1945年昭和20年8月19日、関東軍はソ連側の要求をすべて受け入れ、本格的な停戦・武装解除が始まる。日本軍の一切の武力行使が禁止される中、満州の在留邦人130万人はソ連軍が侵攻してくる中を逃げ惑うことになる。1945年昭和20年8月18日に退位した満州皇帝溥儀は、同年8月19日、日本への亡命途中、ソ連軍に捕らえられ捕虜となる。そして翌8月20日、満州国解散が発表される。На одном из захваченных аэродромов приземлился самолет без опознавательных знаков. Советские десантники не дают самолету снова взлететь. В захваченном самолете был обнаружен заблудившийся по дороге в Японию император Маньчжурии Генри Пуи. В 1945年昭和20年9月9日、日本は南京において中華民国に対しての降伏文書に調印。日中戦争も終わりを迎えた。なぜ満州国は建国されたのか。その理由として、日本が貧困から抜け出し国力を増強、世界の列強に肩を並べるため、ソ連のアジア進出を食い止めるための防波堤など、さまざまな説がある。ただ日本が権益を拡大するために起こした満州事変、満州建国が、その後の日本を日中戦争、太平洋戦争へと向かわせ、日本の運命を大きく変えたことは間違いない事実だろう。そして満州国は日本人の夢と希望、近代国家としてのインフラや統治機構を大陸に残し、建国からわずか13年で地上から永遠に消え去ったのである。